禅の研究は、日本の思想家である、西田北朗が41歳の時に表した作品。1911年間。当初は、純粋経験と、実在という題名のもとに構想されていたが、出版社の行動感が反対したため、この名に解題された。関連論と、唯物論の対立などの哲学上の根本問題の、解決を純粋経験に求め、 主脚合一などを解いて、知識、道徳、宗教の一切を基礎づけようとした。第一編純粋経験第一小純粋経験第二小 C 第三小意師第四小知的直感第二編実在、第一小高級の出立点、第二小意識現象が唯一の実在である、第三小実在の神経第四小魔実在は常に、同一の形式をはべっている。 第5章魔術罪の根本的方式第6章唯一実在第7章実在の文化発展第8章自然第9章精神第10章実在としての神第3ペンゼ前ン第1章行以上第2章行以下第3章医師の自由第4章価値的研究第5章倫理学の諸説その1第6章倫理学の諸説その2第7章倫理学の諸説その3第8 小林理学の諸説その4第9小前第10章人格的前第11小前行為の動機第12小前行為の目的第13章完全なる前行第4編宗教第1小宗教的要求第2小宗教の本質第3小神第4小神と世界第5小地と愛ありがとうございます